まあ、ハニーさんは、清里、八ヶ岳で、清里住んでいらっしゃいまして、まあ、自然とともに、まあ、生きていらっしゃるという、まあ、そういったところでいろいろ感じることありますよね。そうですね。まあ、ここ今、鶴舞公園で、いつもの夏のようなセミが鳴いている。で、まあ、何でも変わらないなという感じがしますけど、山って生き物がたくさんいるので、とてもよくこう感じることがある。あと僕は仕事柄いろんな情報をいただくので感じることがあります。一つはやっぱり野生動物の動きがおかしいです。からやっぱ沖縄の海をこう守ってらっしゃる方々とか潜ってらっしゃる方々から聞いたら、海の中の生き物の様子がおかしいっていうことがいろいろあります。例えば今海の話をしたので、宮古島の方がデイゴの花が咲かない、はい、でデイゴの花が咲くと昔から言い伝えられているのは台風が来るよということです、うん、ところが咲かないです。でそれを読んでいくと、あ、ということはここを直撃しない台風が来るんだと。そして今台風が、今日はもう8月の2日ですよ。今日はハニーの日ですよ。ハニーの日だ。ハニーさんのハニーの日。ハニーの日、本当にね、はい、ハニーの日ですよ。で、つまり今頃だと、台風15号、6号、7号ぐらいの今ゼロです。ということは要するに何でもそうですけど、エネルギーの蓄積がドンときますので、要するに 1,2,3,4,5 って来ないんですよ。恐ろしいですね、うん、だから一つそういうことも皆さん準備をしておく。だからそれも確かに恐ろしいと感覚もある、それ間違いないんだけど、だったら何を準備して、要するにじゃあ宮古で英語が咲かなくて台風が順番に来ないってことは、大きい台風が起きた時に例えば僕らの本州の方にまっすぐ来る可能性があるじゃないですか、うん、じゃあそれかもねでいいですよね。かもねと思って感じたら、じゃあその準備は何がいるか。いつも2日前3日前に慌ててみんな買い物走るんだけど、売ってやませんでしたと多いですよね。まあそういうことがあります。で、海の中では、ここの魚がもうっと北上したところで産卵をすごくしてたりとか、あと満月の日にサンゴ礁がもう異常な産卵をしてるとかいう、あと海藻がね、結構枯れてたりとかで、やっぱり、南の海が汚れていて海流で上がりましたから、今北海道の話聞くと魚上がってないですよね。だから、まあ、そういう意味でその生態がその環境のことで途切れているということが、海から見えの生き物、要するにみんなは海こっちから見て、あ、綺麗なグリーンの海でキラキラしてて、キャース、ね、沖縄琉球素敵とかだけども、見えてない世界をに意識すると、まず魚の動き、サンゴの動きだけでもそういうのが分かります。で、じゃあ僕は八ヶ岳に行って見ると、鹿は野生動物で夜行性ですよね。で、夜行動するのに今昼間出てきてもう草を必死に這んでます。そんなのがもう毎日ですよ、うん、で、日頃咲かなかった花が咲く、で早く咲くで、今年すごくびっくりしたのはセミが、僕らセミこうやって出てきて朝明け方にで止まってカタッと殻が割れて飛んでいってこうやって鳴いてるじゃないですか。このセミの幼虫のまんまうろうろしてる。そうなんですか。で、まあ、もう保護して木に止まらせて、たりくはベランダの僕の木に止まらせると、まあ、2日後ぐらいか3日後ぐらいとかタイミングは違いますけど、まあ、割れて出ていくんですね。ということはこの見えてない地面の中で何が起きてるかということなんです。で、シャーマンとかに聞くと今まで出てこなかった、まあ、蚊とかね、僕らこうあれですけど、今年蚊多いですか、名古屋は。なんでしょうね、蚊は、うん、感じないですか。あんまり変化は感じなかったんですけどね。逆に八ヶ岳はもう本当お盆の時に2日間ぐらい蚊を感じるんですけど、あと感じないのがもうずっと。あ、蚊がいないんですか。いるんですよ今。あ、いる。ところがいるんですね、うん、とかですね、まあ竹の花が今全国で咲いてる。竹の花は100年か200年に1回。あ、そうですよね。あ、咲いてるんですか、うん、で、それは言い伝えだと竹の花を咲いちゃうとちょっと大変だよと、あれ咲くと枯れるんですよ、うん、そうで、ミツバチや
あの昆虫見てると異常産卵します。異常産卵、あと種も、植物は種を飛ばしまくってます。で去年の松ぼっくりの落ち葉が尋常じゃなかった。あ、そうなんですか、つまりこれ全部何してるかというと、命を次の世代につなげるために過去のセオリーでないスケジュール感でめちゃめちゃ卵を産んでるんですよ。ミツバチも分蜂って巣分かれするんですけど、あれも普通じゃない状態になってます。だから今蜜集めるとか花粉集めるというよりは命を先へつないでいく行動を自然のことがすごくやってるんですよ。それぞれ命が今危機を感じて次世代につなぐための作業をいろんな動物植物でやってるってことなんですか。そうです。だからそれはやっぱり町に言うとちょっと見にくい、分かりにくいですよね。だけどまあそういう山あいに住んでいらっしゃる方なんかがでもそれを見ようとしないと見えないんですよね、ただやっぱりそれを見ようとすると見える。だからセミもで昨日かな一昨日かはミミズのこんなでっかい太いのがもう大量に出てましたね。だから地べたの中にいられないんですよね。それは何かすごくそれがいられないことはなぜいられないんだろうかを、だからぜひみんなお茶を飲みながらなぜ沖縄の魚が九州まで行って産卵しているのかとか、そういう種子をどんどん飛ばそうとして植物がしているのかとか、野生動物が寝てる時間になぜ出てきて必死に草をはんでるのかとか、ミツバチが異常に分蜂巣分かれをしてどんどん家族をそんな状態じゃないですよ増やそうとしているのかとか、まあ、そういうふうにサンゴが満月に異常に卵を出しているとか、なんでだろうねっていうのをやっぱりお茶を飲みながら、まあ、夜団らんの時でもあと友達と会った時でもなぜだろうということをやっぱりみんなでこう話してみるというのが、まあ、今回天候不順で済ますんではなくて、そういう天候が意思を持って、あとこうウイルスだって生き物ですからね。だからなんかそういうどんな意思を持っているのだろうかとかね、 あんなにこうあれヒマラヤからだよ、ヒマラヤからずっと中国ずっぽりで日本列島にかかったもう巨大な雲がミルフィーユみたいに行くそうにもなってデンとして動かないんです。すごく長く動きませんね。じゃあこれどうしてだろうかと。だからそれをなんか天気予報も大事、ニュースも大事かもしれないけど、ちょっと一回外して野生動物として一回それなぜだろうねということをやっぱり今話す時代で、それでじゃあそしたらまあその原因を外していけばいいですよね。じゃあ何が原因してんだろうとかね、まあそういうことをぜひぜひ皆さんでこう話していただいて、で感じたことを、まあ、せっかく自分の放送局に今なれるから、そういうのをもうポジティブなことだからこうだからっていう怖いことを流しっぱなしの人たくさんいますけど、それはただみんなの免疫を下げるだけだから、でもこうだからこうしたらみんな楽しくなるからとか幸せになるからという、だからもう怖いことを投げっぱなしちょっと僕から見るとルール違反な気がするんですよ。だから怖いこと言ってもいいけど、でもこうしたらこう幸せになれるというソリューションをもうこれからは出していかないと、怖いよ危ないよ大変だよ以上だとこれはちょっとメディアにならないね。Facebook もメディアですから、個人メディアですからね。だからみんなそうだよね、 Twitter とかいろいろある今便利なのいっぱいある。でもそれを言うならちゃんとこうしたらこんな幸せになるじゃんみたいなことをつけて出す。 むしろこれ心配事は書かなくてそれだけ出した方が本当はみんなそれ出したらどこ見ても なんとかなる、元気になる、次に希望が持てるってなる。そしたら免疫が上がるからという感覚です。だから森を見て海を見ているとちょっと都市圏ではなかなか 見られないけど、それでもこうたまに公園行ってみて何か感じてみるということでいいと思います。